ジンゴーベイ、ジンゴーベイ、ジンゴーオーベイ。サンタさんだ、サンタさん、アイロセンさん、クリスマスちょうだい。クリスマスプレゼント、プレゼント持ってきたよ。おー、いいね。おわい、何ですかこれ、サンタさん。これ何かわかりますか。何ですか、サンタさん。カードショップ繁盛が、お、ナナコさん宛てにクリスマスプレゼント送ってきてくれましたよ。俺のは、あの俺のは、あなたのはあなたの家に届いてる。確かに確かに全くもってその通りです。繁盛サンタからのね、繁盛サンタからのプレゼントね、繁盛サンタからのプレゼントを結構溜め込んでまして、はいはいはい、うちのチャンネルで何度かあげてますけど、はい、あの、ね、そう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 、うん、カードショップ繁盛応援して、でまあその分のあの、うん、はいはいはい、なんかこうポケカのオリパとかを送っていただいてるわけなんですけれども、3ヶ月分ぐらいちょっと貯めてまして。なるほど。でなかなか開けるタイミングもなかったんですけど、うん、まあ、ちょっとクリスマスということで、あ、いいじゃないですか、自分へのプレゼントのつもりで今日も一挙3ヶ月分大開放したいと思います、はい、ありがとう。結構やっぱ立つともなんか本当になんかもらったっていうか、そう、ね、プレゼント感があって、うん、いいよね、気持ち嬉しいなと、嬉しいね、いうふうに思って開けてみましょうよ。早速開けましょう、早速開けてみましょうよ。ただね、これ多分あの夏の時期ぐらいなのかな、うん、そんな前のね、なんで多分タイミング的になんかなんかめちゃめちゃポケが高かったのが最近落ち着いてきたじゃないですか。ああ、今ちょっと下がってるってこと。そう、じゃあ、繁盛の店が悪く見えちゃうってこと。あのにならない可能性大ありです。はい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 。でも、まあ、そういうことじゃないから、うん、もうこれは気持ちだから、もらう、繁盛サンタからの良い子の七子さんへのプレゼントだから、うん、まあ、俺らもさ別にあげていいっていう感じで、いや、そうそうそう、カルシマ繁盛応援して、うん、したらカルシマ繁盛が好意で送ってきてくれるわけだから、だからもう何でもお得ですよ、七子さん、何でもお得です。はい、というわけでまず1個目、1袋目はこれかな。トリプレットビートの時期か。トリプレットビートにテープベタ貼りでなんか送ってきてくれてましたね。まあでもボックスはおまけだと思うよ。俺、俺もはや。本当そうだと思う。うん、なんかそのカードね、上についてるカードだけで、その一月分の価値あるんだと思うよ。そうだよね。うん、え、もう、いきなりもう、いきなりもうめくっちゃう？え、めくっちゃう？めくっちゃう？見れるの？めくっちゃう？さすがに。さすがにオリパですよ。やはり動画のことを。わかってますよ、それは。ご存知です。厳重ってことは、七子さん。いや、これなかなかよ。いいカードなんじゃないですか？ボールガイか？サンタさん、ボールガイ、ボールガイだったらちょっと嫉妬しちゃうよ、嫉妬で狂うわ、もう焼き打ちしちゃうよ俺。カードショップ何言ってんだよ、めちゃくちゃいいカードじゃねえかよ。羨ましいよ、なんでそんなことするんだよ。あの七子さん早く開けてくださいじゃあ沼っちゃった。何やってるんですか。ボールガイだったらあなたのブラックマジシャンガールと交換してくださいよ。それダメですよ。ダメだよ。こうかな。もうやばそう、もうやばそう、もうやばそう。でもそっちもやばいんじゃないか。こっちもやばいんじゃない。あ、こっちも、え、あ、おお、リーフィアだ。いいじゃないですか。リーフィア V-MAX。あら。ということは。ということは。こちらは。カードは。ああ。リーフィアの全力。これ一時期なんかやばいことだったもんね。10万、俺が知ってる最後の値段10万ぐらい。ぐらいなってた記憶がある。今は知らん。今はね、知らん。でもこれ多分合わせて10万ぐらいは行ってる気がする。さすがに全然行ってる、全然今でも行ってるでしょ。行ってるよね多分ね、さすがに行ってると思う。いや、すごい、相当下がってなければ。ありがとう。いや、繁盛サンタさん、リーリエもなんか全力出してきたよね、ほんと ね、 ね、俺も本当知ってた時は5000円ぐらいだった、ね、最初はね5000円とか4000円とかさ、5000円とかのイメージだったから、いきなりね8000円ぐらいになって、うーんってこう、あれってなって1万超えて突然全力を出してきた。いや、そうなのよ、このリーリエという女、リーリエ、やっぱりリーリエには無限の可能性が。いや、でもすごいね、リーリエもね、ブイズですから。いや、でも結局ブイズは一生可愛いもん、これ。天地がひっくり返っても可愛いんですね。あと本当手に入んなくなっちゃったからね。あ、本当にそう、 EV ヒーローズ、 EV ヒーローズ再販されてさ、値段下がるかと思ったら結局まだね足りなくて、うん、EV ヒーローズなんか一時期めっちゃあった時あったもんね。めっちゃあった時あった、2022年、うん、1年もう普通に買えたボックス、ね、めちゃめちゃどこでも買えたのに、うん、終わってしまったよ。ポケカ老人たちの、あの頃はな、あの頃はな、いくらでも手に入ったんじゃぞ、本当になって。はい、というわけで次は2ヶ月分ドコドコンなんですけど、何ヶ月分？これ2ヶ月分ですけど、なんかね、もうめちゃでかい、あの、うん、放送で送られてきたから、え、東京タワーでも入ってんじゃん。これね、このスケールサイズの、そうそう、あの
バラしてね。ガチ組み立てたら東京タワーになるよみたいな。ディアゴスティーニみたいな。ガチクリスマスプレゼント。ああ、ポケモンカード151。あとは？と黒煙の支配者。それぐらいの時期ね。はいはいはい。それぐらいの。まさに夏場ぐらいじゃない？黒煙も嬉しいけど151結構嬉しいよ。ね。思い入れありますからね。151ね、意外と手に入んなくてさ、うん、まだまだ全然開けれてないカードがありますね。うん、あとは？あとはね、デッキビルドボックス。はい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 。黒煙の支配者。はいはいはい。なんか福袋みたいになってきましたね。うんうん。終わりかな。嘘でしょ。さすがに。なんか裏とかないの。2ヶ月分それで嘘でしょ。繁盛さん。これなんだよ。繁盛さんだ。俺はいい子じゃないって言ってんのか繁盛さんだ。あった。ここまで茶番。ここまで茶番です。さあ茶番だ。俺下目にあんのチラチラ見えてた。早く裏返すよ。先生先生。思ってたよ。あるんだよ。さすがにね。これもしかして一撃ズドンか。一撃ズドンじゃない。2ヶ月分でしょだって。うん、でもボックスを持ってる。何 ？PSA じゃん。PSA です。PSA。しかもなんかめくったらもういきなりなんか。七子さん欲しいカードなに。なんじゃもなんですよ、ね。なんじゃもは。違うか。なんじゃもどう。あと今ちょっとちらっと見えちゃったんだけど、なんかなんじゃもじゃなさそうな感じはあった。おお。アイゴリなんだったら、うわ、羨ましいってなる。ボールガイ。ボールガイ PSA って。分かってる、分かってる。分かってるんだけど。何じゃあ、分かってるんだけど、頑張り、頑張り、頑張り。頑張りに入ってるわけないでしょ。潰れてまう。俺、返しに行くわ、頑張りで。ポンチョとか。さすがに。ポンチョとか。いや、ポンチョもさすがにないんじゃない。なんだ、え、なんだったら嬉しい。そう、ボールガイではなく。ボールガイじゃなく、なんだろうね。なんかピカチュウ系とかは。ああ、いいね。うん、ピカチュウ系は俺いくらでも集めてるからな、うん、でもね、持ってるのが多すぎて。サポートの女の子系じゃない？まあそれはあるよね、うん、ちょっと昔のサポートの女の子とか、うん、まあ、ちょっと見てみますか。はい、いきますよ。お願いします。せーの、よいしょ。うわー、懐かしい。サナニーフね。これサナニーフね。サナニーフじゃん。PSA10 だ。ね、しっかり10です。てかこの時期の PSA10 ってめっちゃレアじゃない？え、すごいよね。もうないよね。うん、ないないない。俺結構ね PSA いろいろ集めてるから。いや、すごいよ。ガチ嬉しい。いいんですね。いや、可愛い。オタクが好きな2体ですこれ。ああ、これ EV 系が増えてきました。サナニーフ。これクリスマスプレゼントって。おめでとう、七子さん。これは嬉しいです。でもこれで、もうこれだけであれだよね、20万でしょ。いや、そうです。じゃあこれはもうおまけってことじゃん。そう、これはもう本当ただシンプルにただでただついてきました。ただでついてきた。繁盛めちゃくちゃいいじゃん。繁盛。皆さん、秋葉原にカードショップ繁盛とお店があるのご存知ですか？ご存知です。なのね、はい、行った方がいいです。いや、そうですよ。パワースポットです、うん、秋葉の。あ、でもお前らあそこであのボール買い買い占めるのやめてた。俺が買えなくなるから。マフカー買い占めてくれな。俺枯れないんだよ最近。取り扱いとボール買いが売ってねえんだよな。売ってねえんだよそこは。いや、マジでいい店ですよ。しかもね、あそこ安いんですよね。なんか忖度できて安い。安いね、マジで。シンプルにこれは本当に何でもなく安い。なんかもうずっと繁盛がこの安さで出してる、やばいってずっと言ってた、ね、自分で言ってるから。やばいよって、うちって言ってたやつ、うん、ぜひ皆さん行ってみてください。はい。あ、これ嬉しい。ボックスも増えた。ここからさ、また SR 引けばいいのね。あ、そういうこと？サポート SR。じゃあちょっと3ボックス開けるとさすがに人めっちゃ多いから、うん、じゃあ151いっちゃいますか。うん、151、ね。なんかもう俺あんま開けれてなかったから151は嬉しいな、開けた。マスターボール。マスピカ欲しい。マスピカ1枚いいのよ、ね。マスターボールピカチュウマジで欲しい。マスピカいいね。151、あんま強いカードなのってやつ。いや、でもなんかそのマスターボールになんか夢中になった記憶はあるな。マスターボールのピカチュウ、あとコイキングとかも値段するもん。 あったあった。コイキングってやっぱ未だにすごい人気高いもんね。人気高いよ。俺もパーティーに入れてる。コイキングを。俺コイキングレベル100だよ。何笑ってんだよ。いやいやいや、お前コイキングのこと。俺はだとコイキングさ、あいつテラスタルで水になるんだけどさ、あいつ水技覚えないから、はい、俺はわざわざテラスピース、あのノーマルの50個集めてノーマルテラスタルコイキングレベル100にしたんだから。進化させてやれよ。あれマジクソ弱すぎて折れんだよ。そのコイキングもギャラドスになるの夢見てレベル上げてたんだからさ。でさ、コイキングってさ、ステータス低いからさ、うん、レベル上げてもさ、普通レベル上げると攻撃プラス1、防御プラス2とか
になるじゃん。ね、プラス0、プラス1、プラス0みたいな。だから、進化させてやれって。マジでおもろい。レベル100なのに、あのそこら辺のポケモンの35レベルぐらいのポケモンと同じぐらいのステータス。進化させてやれって。あれ、ギャラドスになって初めて進化を発揮するんだから。コイキングの何がわかんだよ。俺、金のコイキングもいるからな。そうだからさ、光るコイキングのさ、あの昔のやつ欲しいんだよね。昔の方ね、25周年の方じゃなくて、俺昔の方はね、トリッピーにもらったよ。なマリーあげたらトリッピーくれた。マジで？うん。なんか申し訳ねえっつって。すごいな、なんか昔話みたいな話。うん。トリッピーに親切したら帰ってきた。光るコイキングやって帰ってきた。恩返しだ。鳥の恩返し。鳥の恩返しね。うん。じゃあちょっといつもよりかは早めに開けていきますよ。はい、開封準備が整いました。ここにボックスのね、SAR まで来たらもう、激アツだから。よし。一粒でパラ。お、早くね早くねえ、終了。終了で。はい、終了。終了です。終了。開封動画終了です。はい、終了。UR というね。UR 超エネルギーでした。めちゃ嬉しいよ。いや、めちゃめちゃ嬉しいよ。めちゃめちゃ嬉しいんだけど、あの、配信者、実況者とは思えない弾き方し。ブースターマスターボールだ。あ、いいじゃん。あ、いいね。めっちゃいいじゃん、それ。めちゃめちゃいいね。なんだよ、リグナとか、その辺石つぶてとかにしてくれよ。なんでだよ。スナットとか。あ、ブースターマスターボールめちゃめちゃいいな。めっちゃいいな。何さらっと当たり引いとんねん。すいません。え、しかも UR ってマジワンチャンもう一枚あるよ。ワンチャン SR があるんだよ。こんなはずでは。もっとハラハラが。UR です。もっとハラハラドキドキが。UR 超 L です。目のマンキーたまったま。あ、ミュウツーだ。あ、ミュウツーのやる。あ、いいじゃん。あ、めっちゃいいじゃん。いいじゃないですか。みんなもう見なくていいってよ。UR 出ちゃったから。そんなことないよ。みんなもう見なくていいってよ。まだ何が出てくるかわかんないよ。バグれ、バグれ、バグれ。SR ワンチャンあるか。バグれ、SR ワンチャン来い。SR でもワンチャンあるよね。榊のカリスマとか。ワンチャンあるよ。ワンチャン。あ、カメラでもいいね。AR。ワンチャン。なんかもう一枚。もう一回でかい。はい、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 あざしゃ。まあでもね、変な SR 出るより URM の方がいいんじゃないですか。いや、まあ結果とりあえず、まあまだボックスね、うん、全然あるんですけど、ね、このような引きというか、はい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 、お手元に届きました。改めて、ありがとうございます。おめでとう。おめでとう、UR 超エネ、おめでとう。最高のクリスマスのプレゼントになりましたね。あ、よかったですね、野中さん、はい。またね、これ多分あの、まだ届いてる分があるはずなんで。はい。まだこの、この、汚い部屋のどこに今、あると。ちゃんとあるはずなんで、まあ、また折を見て、はいはいはい。開けていけたらいいな、というふうに思っております。はい。というわけで、まず、あの、改めて、カールショップ繁盛、応援してますんで、はい、頑張ってください。そして、あの、素敵なプレゼントありがとうございました。ありがとうございます。大事にします。これマジめっちゃ嬉しいね。めっちゃいいよね。かわいい。いつもあなたの暮らしに微笑みを。チャンネル登録よろしくお願いします。